タンジェは、モロッコ北部にある都市、人口は、約95万人。ジブラルタル海峡に面した港町で、スペインやジブラルタルなどから多くフェリーが行き来し、国際都市として栄えている。タンジールの表記も見られる。フェニキア人によって設けられた、交易拠点が起源となる。ローマ帝国の進展に伴い、1415年には、アフリカ北岸のセウタが、 ポルトガル領に組み込まれ、タンジェも15世紀後半には、ポルトガル領となった。17世紀後半、ポルトガル王女カタリナと、イングランド王チャールズ2世の結婚による、持参金代わりに一時的に、イギリス領になったが、その後モロッコのイスラーム王朝によって征服された。帝国主義の時代になると、モロッコがフランスとドイツの各地区の場となり、1905年には、 フランスのモロッコ支配を阻止しようとするドイツ皇帝、ビルヘルム2世がタンジェに上陸した。このタンジェ事件は、翌1906年のアルヘシラス会議で妥協が図られたが、最終的な決着はつかず、1911年のアガディール事件を経て、モロッコはフランスにより保護国化され、タンジェは国際管理地域とされた。タンジェの国際管理下は、第一次世界大戦での中断を経て、 1923年12月18日のパリ会議でフランス、スペイン、イギリスの三国による条約が締結され、同年6月24日より開始された。後に条約にイタリア、ポルトガル、ベルギー、オランダ、アメリカ、ソビエト連邦も加入した。第二次世界大戦勃発後の1940年6月14日、スペイン軍は単純に進行し、 一方的併合を宣言した。しかし、世界大戦終結から半月後の1945年8月31日、タンジェは国際管理地域に復帰した。1956年10月、条約加盟各国はタンジェの国際管理終結を決定。1956年12月31日をもって国際管理は終わり、タンジェはモロッコに復帰した。復帰にあたり、 1960年4月18日までの期限付きで為替や貿易に関する特別措置が取られている。ジブラルタル海峡に臨む港湾都市である。欠片の気候区分で地中海性気候に区分される。主な産業都市、織物、化学物質、機械、金属工学、海軍装備である。南西 15km のところには、イブンバトゥータ国際空港がある。市内南部には、 ワンスフの鉄道駅がある。2018年には北アフリカ最初の高速鉄道としてフランスの TGV を土台にしたタンカサブランカ高速鉄道がカサブランカとの間で開通する予定。市内のフェリー乗り場からはアルヘシラスなど向かうフェリーが出ている旧市街タンジェオホームとするサッカークラブがある多文化な国際都市であることから 1930年代頃から著名人や富裕層が集まるリゾート地として人気を集め、ポール・ボールズ、テネシー・ウィリアムズ、ウィリアム・バローズ、アレン・ギンズバーグ、ジャック・キルワック、ローリング・ストーンズ、ジョージ・オーウェルといった文化人やバーバラ・ハットンら世界のミリオネラーが別荘を所有し滞在した。ありがとうございます。